頭のブライトン、あのマンユーにも干渉、強すぎんか？ブライトン強すぎー。ブライトン強ない？逆にユナイテッドはボロボロ。ブライトンが強いのなユナイテッドが弱いのか。いやー、綺麗な崩しからのジョアン・ペドロ選手がきっちりゴール、早速結果を出した。こういう若い選手が次々と現れ、見られるのもプレミアリーグの醍醐味。エスプピニャン代役のランプテが機能してた。攻撃に関してはエスプピニャンより気が利いていたかもしれない。ミルナーって今ブライトンなんだ。ブライトン全然ボール失わないのすごいな。アンチパケさん、いい感じにサポートに入ってきてサイドチェンジをする。ブライトン何がすごいって、センターバックとゴールキーパーがあのパスの通し方するところなんだよな。それでミスするイメージも全然ないし。ブライトンの選手は強いパスでもピタッと止めるなぁ。止めて蹴るがうまい。もともとうまい選手なのかデゼルビが仕込んでるのかわからん。ユナイテッドのプレスを華麗にかわすブライトンのビルドアップ、最高に美しい。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。